山田もおたあす。はい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 、この木何の木、気になる気になくみんなが集まる木ですから、見たこともない花が咲くでしょう。はい、失礼しました。はい、第7回ちょこちょこミニカー開封ということでね、こちらちょっとね、いっぱいね、リサイクルショップとかね、まあ新品のものもねちらほらあるんですけども、もうね、ごちゃごちゃに箱に、この箱にね入れてあって、まあ1台、まあ 1回につき、まあ4台5台見ていこうかなと思います。早速ね見てまいりましょうね。はい、今回じゃあね、この辺見ちゃおうかな。これちょっと高かったんですけど、ちょっと一目惚れしたのでね買いましたね。はい、これはね忘れちゃった、マッチボックスかな。そうですね、まあ開けてみましょうか。これ確かブックオフでしたね。ブックオフで463円、税込み500円ですよ。高っ。ボロボロなのに高いんでね、スケールもちょっと大きいですけど、まあ一発でね、一目ぼれ、フィアットですね、フィアット。はい、フィアットなんだっけ。はい、じゃあね、ちょっとね、開けていきたいと思いまーす。はい、はい、これね、ラリーカーですよね。はい、おー、あ、タイヤがぶっといですね。これ昔の、マッチボックスですね。これ何年ぐらいなんだろうか。メイドインマカウだってすごい。へへマカウって、ハワイ？え？違う？はい、フィアット、アバルトだったっすかね。フィアット、アバルトですね。年式などは特に書いてないかな。マッチボックストイズと書いてある。まあ、相当古い。あ、これ書いてあった。1982年。古。すごいっすね、これ。まあ、もともとの実写の方がね、かっこいいんだと思うんです。ごめんなさい。ちょっと待ってくださいね。これですね。これ、まあ、ごめんなさい。持ってるんですけど、これ、以前ね、紹介したかと思うんです。これの出来具合も最強なんですけど、これちょっとかっこいいでしょ？これのね、マッチボックスの古いバージョンになりますよね。ふわー、年代を感じますね。ヘッドライトは塗装ですね、シルバー。で、ここのフォグランプなんかもね、ヘッドライトと同じようにされてますね。で、フィアットのちゃんとね、立体的な刻印があって。やっぱりほら、昔のやつのがなんかこう、手が込んでる感じしますよね。うん。ちょっとまあスケール大きいですね。これがね、ちなみに64分の1ですので、まあそうですね、57、6分の1とか、そのぐらいになりますかね。はい。はい、もうピレリとか入ってて、ここにまあラリーによくあるマークなんかって、この辺がね、なんかちょっと立体的にダクトになってて、アリタリアですね、これね、こっちにもあるかな、確かね。はい。あ、ここにありますね、フロントの。かっこいいっすよね、これね。はい、実はね、これを買う前にこれ買ったんですよ。で、あ、これこの車知らなかったなと思って、かっこいいなと思ってこれを買ったって感じですね。はい、はい、リア見ますとこんな感じでね、ちょっと塗り分けはされてないですけどね、造形がね細かいですよね。テールランプの一ブロック一ブロックちゃんとね立体的になってて、ナンバー等かな、これ。これなんかも立体にねなってましてね。で、ここにね、リアスポイラーついてて、うわ、この辺のボディ形状がすごく可愛いですね、これ。あー、こんな感じなんですね。ちょっと丸みがあるような、それをちょっと再現されてて、とてもいいですね。まあ、とにかくね、年代を感じる感じですよね。で、タイヤが太くて、まあ、サスペンション機能ね、マッチボックスなのでついてますね、これね。すごい。これ、すごいよね。これ、そんで、黄色のガラスになってて、内装は赤になってますね。はい。わー、ちょっと、これはちょっと宝物ですね。はい。まあ、500円ですからね、こんなボロボロなのにね。はい、じゃあ次見てまいりましょう。次どれ見ようかな。なんかトミカが最近履けないのでトミカ見ちゃおうかな。じゃあこれ見ようかな。これ現行のような気がするんですけどね。はい、どうでしたかね。ちょっと確かではないんですが、そんな古くないですよね。この松田の、あ、ごめんなさい。100円でしたね、これね。はい。これもブックオフですね。あ、違うか。これは。ここにちゃんとね、メーカー名なんか書いてあるのは、これトイプラネットさんですね。はい。100円になってました。はい。税抜き価格で100円なんで、まあ、110円ってとこでしょうかね。消費税上がってからこれは買った記憶があります。はい。これは、マツダの CX5？ そうですね。マツダの CX5。ナンバー82番、2012年のね、金型になってますね。スケールが66分の1なので、まあ、ほぼね、64分の1のやつと並べてもいいんじゃないでしょうかね。はい。すごいですね。この辺が、
何でしたっけ、赤色灯がこう立体的になってね、ここに電光掲示板があって取り締まり中ってなってますね。これ、あ、広島県警察って書いてありますね、ポリス。で、ホイールは、まあ、普通のタイヤですね、これね、トミカによくあるね。フロントマスクを見てまいりましょう。一応ね、パトカーのね、白と黒のね、ツートンカラーになってて、ここのグリルのとこはね、何気にこれ、艶消しになってますので、ここのね、ボディの黒とはちょっと違う色で塗られてますね。で、マツダのマークがあって、ヘッドライトはシルバーの塗装になってますね。はい。で、ガラスの方はクリアパーツにクリアですね。純粋なクリアですね。で、この辺の窓枠なんかは、あ、サイドのだけですね。サイドだけ窓枠とピラーのとこ塗られてますね。で、ま、ガラスのところもちょっとブラックになってるのかなって、ここにもね。はい。ポリス。これなかなかね、形かっこいいなと思って、ギミックもね、リアのハッチが開きますので、これなかなか100円で お買い得だったんじゃないかなと思いますね。じゃあ開けてみましょうか。バカ、あ、いい感じですね。はい。いいっすね。こんな感じで開くんですね。この辺がちょっとね、カーブした感じですね。わあ、これ松田っぽいですよね、この形ね。はい。取り締まり中。ちゃんとね、なんか電光掲示板っぽく見えますよね。まあちょっとね、LED の点々点々みたいな電球一個一個にはなってないですけど、なんかちょっとね、パッと見ると電光掲示板のように見えますね。色使いが上手ですよね。で、リア見ていきますと、ここに松田のマークがあって、テールランプもね、ちゃんと塗られてますね。はい。赤色灯もね、ちゃんと綺麗に残ってますね。これはね、この部分はプラスチックですね、これね。はい。なかなかいいですね、これ100円は。はい。じゃあ次見てまいりましょう。これ開けちゃおうかな、ホットビールの。カスタム53年キャデラック。まあ、今年のベーシックカーだと思うんですけどね。なんでこれ開けなかったんだろう。全然覚えてない。全然覚えてないですね。はい。あ、これさすが、ほら、古いのでね。綺麗な感じですね。全然これ、いつ買ったか全然覚えてない。でも今年のね、ベーシックカーのラインにあったと思うんですよ、これ。キャデラックのピックアップ。はい。ですよね。ごめんなさい。ちょっと確認もせないで開けちゃったんで。社名をね、ちょっと見せしないで。カスタムだ。カスタム53年キャデラックなので、まあ、キャデラックエルドラドですかね。50年代のキャデラックをちょっとピックアップにね、カスタムホットビールの方でしたのかなっていう写真だと思うんですね。キャデラックのピックアップってないと思うんでね。はい。まあ、これほんとね、50年代のキャデラック象徴するね、この形。この、なんですかね、このテールの長さがめっちゃかっこいいですよね。で、ここの上にね、何かゴーカートみたいなの乗ってますね。ゴーカートなのか、お子様のね、おもちゃなのか。うん。サイドこういうラインが入っててね、ちょっと金、なんていうんですかね、チカーノっていうんですかね、なんかまあそういう感じのカスタムされてるかなと思うんですけどね。これ結構ずっしり重みありますね。なんかボディにね、結構メタルがね、ふんだんにこれ使われてて、これ比重がすごい重いです。両方メタルなのかなって思うぐらいのね、重さでね、まあ、シャーシはね、これメッキのプラスチックパーツなんですけど、メッキが施されてて、はい。ちょっとのマークがありますね。で、ホイールがね、これ内側に入っててね、とてもいい感じですね、これ。リアのね、タイヤのね、このハウスのところがスカートになってていいですよね。で、ここにね、メッキパーツがあって、で、ここにね、キャデラックの特徴的なフロントのね、造形になってて、うわぁ、かっこいいな、キャデラックは。ほんとかっこいいっすよね。はい。うん。どうだろうね。ピックアップ、かっこいいかな、これ。ちょっと微妙な気もするんですけどね、どうだろう。なんかもうちょっとこれ、まあ、50年代だからしょうがないから丸みがあって、もっとカクカクしてるとかっこよかったかもしれないですけどね。まあ、でもね、なかなかこんなのもないので、まあ、嬉しいですけどね。はい。結構控えめな、これテールの羽になってるんですね。53年のはこんな感じでしたかね。はい。で、この辺の、メッキのパーツのところはシャーシからの成形になってますね。このフロントのここもね。で、ヘッドライトなど特に塗り分けなくても、あれなんですけども、この前ね、ちょっと前に、ミニカーのね、改造というかね、このヘッドライトのところにアルミテープを貼って塗装なんか施した動画、アップさせていただいたんですけど、その時にね、私まあ、初めてやったわけですよね。その時に、なんか、ホットビールって、こういうとこ、特にね、色分けされてない、このおもちゃ感なところも、ちょっと魅力なんだなと思って、細部塗装ばかりが魅力じゃないなと思って、なんていうんですかね、そのトミカリミテッドヴィンテージネオとか結構ね、リアル志向のミニカーとはまた別にね、ホットビールの良さがあるなって実感させていただきました。いい体験になりました。はい。まあ、やればね、実写に近づいてとてもね、まあインスタ映えじゃないですけど映えますよね。はい。はい、こんななってました。リアはね、なんかちょっとね、キャデラックのマークがありますね、ここにね。キャデラックのマークといえばね、こういう、なんて言うんでしょう
三日月を横にしてカクカクさせたようなね、マークね。ありますね。で、こういう、よくね、昔のアメ車にあるような、こういう縦筋の入ったギアゲートになってますね。ここに、私だったらね、ここ、まあ、のっぺらにして、そうだな、キャデラックってここに入れるかな。ピックアップってよくね、シボレーとか、フォードとかってこういう後ろのところにね、まあ日本車のハイラックスなんかもそうですよね、トヨタって入ってたりとか、するのでね、ここにね、キャデラックとか、まあキャデラックは GM ですので、GM、ゼネラルモーターズとかね、そういう文字を立体的に入れてもかっこいいんじゃないかなと思うんですけどね。どうでしょう。はいはい、次、これ3台見ましたね。じゃあどうしようかな。ちょっとトミカがいっぱいあるので、これトミカじゃないけど、これなんだこれ。これは、ベイロンかな？ちょっとごめんなさい。見てみます。あ、ジクラ、ジクラなんですね。ジクラね、スケールが大きいですよね。ジクラね、実写にね、すごく、忠実な金型のような気がするんですね、毎回に。わー、出来栄えがさすがジクラいいですね。ジクラのね、ミニカー、ちょっとね、お高めなんですけど、価格も、2種類あるんですかね。なんか、あまりね、こう、まあ、ゆるミニカーまではいかないんでしょうけど、そういうものと、ちゃんとね、実写に近づいてた、バージョンがね、2種類あってね、お値段が2種類あったような気がしたんですけどね。はい。ごめんなさい。ちょっと、うろ覚えで申し訳ございません。これ、写真は何だろう。なんていうのこれ。ガンパートアポロ2009って書いてあるけど。ちょっとごめんなさい。全然知らないですね、この車ね。ステッパー、ここにね、ステッパーが、クンブスポリッシュ2560って書いてある。まあ、これ社名じゃないのこれ。これだと思うんだよね、社名ね。ガンパートアポロ。ガンパートアポロっていうのかな。ちょっと知らないですね、これ。なんかいろいろ書いてありますね。ここに360キロ、1時間に360キロ走るとか、何なんだろうね。あ、なんかここに 7200U とか 6650PS と書いてある。これ、もしかすると、スペックですかね、エンジンとか車のね。かもしんないですね。はい。メイドインはチャイナになってますね。で、このシャーシはメタリックかかってんのかな？かかってないか。メタリックかかってなくて、ちょっとザラついたような設計になってて、安っぽさがなくていいですよね。で、タイヤはね、リアルライダーになってて、ゴムタイヤになってますね。で、ホイールはプラスチックのグレーのね、シルバーか、の成型色になってますね。はい。フロントマスクを見てまいりましょう。ちょっとね、私ね、この車の知識がなくてごめんなさい。でも実車ですよね、多分ね。はい。フロントライトのヘッドライトはプラスチックパーツになってて、これはシャーシの成型でブラックのダクトになってる感じがしますね。塗装ではないですね。はい。ここにマークがね、ちょっと見慣れないマークがあって、ごめんなさい。私ちょっと存じ上げてないです。はい。横を見ますとミラーなんかついてて、で、これガルウィングですよね。ほら、ちょっと今、開けましょうね。こういう風にね、ガルウィングになってるんですね。なんだろう、この車。全然知らないわ。全然知らない。ガルウィングになってますね。GT ウィングがね、デカデカとついてて、リアなんか見ていくと、あ、このテールランプもね、クリアパーツの赤いクリアパーツになってますね。で、これも多分ね、シャーシの成形か、内装の成形か。内装の成形かもしれないですね、ブラックなので。内装の成形で、この辺のね、ものは、作られてると思います。で、このリアウィングはね、特徴的な大きいリアウィングは、これ塗装されてますね、光沢があるので。はい。成形色じゃないかと思います。ちゃんと塗装されてますね。プラスチックパーツですね。ここの網目のところは、これは塗装ですね。ここにエンジンあるのかな？これが網目だから。どうなんでしょうか？ここにね、ちょっとダクトみたいなものもありますしね。リアエンジンなのかもしれないですね。これちょっとレアな車種すぎてわからないでしょ？皆さんも。でも車詳しい方は知ってるのかな？これ。ね、わかんない。これも100円でしたよね。ごめんなさい。ちょっとお値段お見せしなかったですけどね。これですね、多分ね。108円でしたよね。はい。108円。ブックオフで購入しました。なんかね、ジクは結構人気ないのかね。中古のものは安く買えるのでね、結構この中にもね、ジクいっぱいあるかと思います。はい。今日じゃあ、あと1台見てまいりましょうね。じゃあこれ見ちゃおうかな。これはなんだ。あ、これはマジョレットですね。108円。トイプラネットで購入しました。ほう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 。これはなんだろう。あ、ルノーかな、このマークは。ね。マジョレットのルノー。はい。そうですね。ここに書いてありますね。ルノー、あ、メガヌーンだ。ルノーメガヌーン2。メガヌーンって今でもね、発売されてね、まあ今の形とはちょっと違うと思うんですけど、年代は書いてないかな。年代ちょっと書いてなかったですね。まあマジョレットなのでね、サスペンション機能がついてますね。で、ドア開閉もあるみたいですよ、これ。で、ちょっとね、ついでに内装見ました。グレーの内装になってて、とても可愛いですね。あー、すごい。なんかウインカーのね、なんですか、
スイッチもね、こういう風についてて面白いですね、これ。結構再現度高しですね。ハンドルなんかも、ただのね、丸じゃなくて、ちゃんと造形されてますね。シートの造形なんかもいいですね。で、なんて言ってもね、これラリーカーなんだと思うんですよね。あら、ちょっとドアの開閉が。あれちょっとあれでしたね。あれちょっと引っかかりますね。いやー、でもなんか、あ、いいっすね。なんか、アンドロス。なんかこれフルーツが書いてあるので、あ、ラリーカーじゃないな、これ。あ、ラリーカーかなー。なんかよくわかんないね。アンドロス。なんか企業ロゴのような気がしますけどね。ここに、キャドーンズって書いてあるの？ハチマキ。はい。この辺のね、ルーフレールなんかはブラックで塗装されてて、ちょっとね、造形には ないんですけどね。リアのハッチは、まあ、さすがにね、ドア開閉がするのが開かないですね。なんかすごくこれ可愛い一台ですよね。LA フォースデューフルーツって書いてある。なんかこれ、企業ロゴのような気がしますね。はい。だからサービスカーかな、企業の。で、フロント見ますと、ライトが絵になってて、可愛い。いいっすね。やっぱりね、ほんとね、この前ね、墨入れなんかもしましたけど、これなくてもいいですね。なんかおもちゃ感があった方が、私、なんか好きかもしんない。だ結構ね、トミカリミテッドヴィンテージネオはね、結構欲しいのはあるんですけど、まあ、後回しになっちゃうんですよね。だからあんまり私的な好みとしてはそんなにリアル思考じゃないのかもしれないですね。だからトミカぐらいがちょうどいいのかも。なんかおもちゃ感があった方が可愛くてポップで好きなのかもしれない。わかんない。なんか自分でもよく。このね、リアの形状がとても可愛いですよね。ここ直角になってますよ、これ。へーって感じ。で、ここにね、吊るものがね、そういえばですね、まあ、今日はね、このミニカー、1、2、3、4、5台ね、今開けていて、ね、ちょっと最後の方にはね、指定を下げて、まあ、指定下げましょうかね。はい、指定をじゃあね、下げさせていただきました。はい、こちらがね、ルノーの、メガヌーンですね。はい。まあ、現行でもね、発売されてる、まあ、型は多分違かったなと思うんですけど、結構ね、かっこいい車ですよね、このメガヌーン。はい。アンドロスね。多分なんですけど、企業ロゴだと思いますね。ポップで可愛いね。ポップで可愛い。ここが特徴的かな、このリアのところがね。なんか今でも結構この血筋を引いてるような、確かリアのような気がしたんですけどね。はい。で、ここにね、牽引物がついてるので、ちょっとね、後でね、最後に、最近買ったものちょっと、開封はしないんですけど、次回のね、予告としてちょっとね、お見せしたいのがあるので、最後まで見てね。はい、次はこれ、軸のね、ちょっとね、私、全然わからないシャツでね、大変申し訳ないんですけども、わかる人は多分わかると思うんですけども、ちょっと低すぎるかな。はい、これね、読むのもね、なんかね、多分、英語じゃないでしょうね。ガンパーとアポロ2009って書いてあります。なんかあれ、車に似てるんだよな、なんだっけ。はい、その名前も出てこないというね。あ、ベイロンか。なんかベイロンっぽいなと思ったんですけど、違いますか。で、これね、ガルウィングの写真になってね。なんかこの辺の造形がかっこいいのかかっこよくないのかよくわかんないですね。なんかちょっと厚ぼったい気もしますしね、このガラスの部分っていうんですか、これ。かっこいいのかな、よくわかんない。はい。なんでしょう、この車。全然知らないんですけど、結構ね、軸の豪華仕様になってね、まあ、ホイールはプラスチックの成形なんですけど、タイヤがね、ゴムタイヤでね、まあちょっと実車のタイヤとはかけ離れてる造形ではありますけど、まあリアルライダーで、なのでね、まあ結構新品ではお値段するんじゃないかなと思います。はい、次じゃあ見てまいりましょう。次ね、キャデラック、カスタム53年キャデラックですね。うん、これもね、まあ、どうなんだろう、かっこいいのかな。ここね、今度ね、キャデラックの、ね、また違うね、年式でピックアップのカスタムなんか出していただいたときには、この裏んとこ、ここのね、ピックアップ特有のね、こういうところにね、社名が書いてあるとかっこいいんじゃないでしょうか。ゼネラルモータースとか、まあ、一番ね、ここキャデラックって書いてあったらかっこいいんじゃないかなと思います。はい、これなんで買ったんだろう、全然覚えてないんだよな。もうすでに持ってるんですよ。色違いかな、持ってんの。だからそこまでも記憶にない感じなんですけどね。はい、これか。はい、マツダの CX5? 違ったっけ。
そうですね、マツダの CX5 ですね。はい、まあ、これ確か現行のあのラインナップトミカのね、まあベーシックライン、ベーシックラインとは言わないのかな、トミカの通常のところでまだ廃盤になってないと思うんですけどね、どうなんでしょう、確かあったと思ったな、間違ってたらごめんなさい。これね、あの取締り中のね電光掲示板が出てきた。で、広島県警察なのでどうなんだろう、なんかそういう限定なのかな、なんか見たことあるんだよな、この CX5 のパトカーでこういう風に上のところが赤色灯のところがこんなね、あの幕のね立体になってるんだけど、はい、パトカー好きにはねたまんないんですか。で、ギミックありでね、後ろのリアゲートが開きます。やっぱ開くといいよね、あのこうやってね、あのフィギュアなんかと、ね、一緒にね、あのなんだろう警察官のフィギュアなんか並べたら楽しいんじゃないでしょうか。で、後ろにね、なんかカラーコーンとか積んで、はい、行きますよみたいなね、事故があったのでみたいな遊びするのでね、いいですよね。はい、で、最後かな、5台ですのでね。はい、で、今回のあのまあちょっとね、高級なんですよ、こんなボロボロなのに500円もしますからね。これが、フィアットアバルトですね。はい、まあ、ラリー仕様になってるかと思います。これはちょっとレアだと思うんですよね。あの、こういうね、あの中古じゃないと絶対手に入らないような気がしますけどね。まあもちろんマニアの方はこれ新品で持ってるのかもしれないですけどね。形がね、とても私気に入ってるんですよね。まああの、アバルト知ったのはね、実はね、このミニカーで知りました。で、このミニカーというか、この形がすごく気に入ったので、ね、ブックオフなんかで見てたらですね、これを見つけましてね、これはちょっとこれ紹介した動画あったかと思うんですけど、これもう350円でしたっけ？うん、なんかもうこのやつ、このシリーズですよね。あれ、もうなんかあった。このね、以前紹介したブックオフで買ったね、このやつのシリーズ、これですね、まさにね、はい、こういうやつね、はい、なんてやつ、 CS、 なんですね、 CM's だ、 CM's、 CM's コーポレーションって書いてありますね。はい、まさにこれですよ皆さんこれめちゃくちゃ出来栄えがもうかっこよすぎてね、このあのシリーズのね、ラリーカーも見たらね、ちょっと買っちゃうんですけど、めっちゃかっこいい。あ、これメインじゃなくてごめんなさい。これでした。このまあレトロカーってね、とてもいいんじゃないでしょうか。あ、全然リアの形違うんだ。まあ全然ってことないですけど、あなるほどなるほどなるほど、なんかちょっとね、あの形一緒ですね。これあの四角い中にこうブロック一つだけこう左、中央に出てるというね、これもね、立体で再現されてますね。へぇ。面白いね。すごい。かわいい。これ。かわいい。これ500円で買えたなら、まあ、よしとしましょう。はい、今日はね、この、5台を紹介させていただきました。はい。それでですね、あのちょっとね、告知というかね、最近ね、あのメイドインジャパンのトミカをね、ちょっと入手したりとか、あと軸なんかのね、あの面白いね、あのものをね、ちょっとあのブックオフだったかな、ブックオフ、あのスーパーバザー、あのブックオフなのに本ねえじゃんってやつでしたかね。はい、それのね、そこで買ったね、あのちょっとね、あのこれなんですけど、はい、ちょっと見させていただきますと、ですね、まず軸のね、これあの後ろのね、これリア、あの牽引のものなんですけど、これ300円でどうしようかなと思ったんですけど、これ中見たらね、なんかフィギュアがね、これいっぱい入ってるんですよ、なんか。で、フィギュアだけじゃなくて、なんかそれに付属してるね、あの小物なんかも入ってたので、これちょっと買いじゃないかなと思って購入しました。はい。その他ね、こういったちょっとボロボロではありますが、メイドインジャパンのね、あのトミカ、これなんかも350円とか、これね、これなんかもね、うわ、かわいい。これ200円。これもメイドインジャパンのね。まあ、こういうのね、なんか10個、10個まではいかないかな。これなんかも買ったな。これブルーバードの 3S ですね、これ。これなんかもね、これいくらだった？あ、これは500円。結構高かった。でもこれ、あの、塗装のハゲとか全然なくてね。あ、まあ、あるか。まあ、このダサさがいいっすよね。だからこういうのね、あの、次回で開封していきますので、ちょっとね、お楽しみにね、していただけるとありがたいかと思います。こんな古いのもあったよ、これ。移動図書館。すごい中がなんかとなっててね。これもメイドインジャパンですよ。これが350円です。まあちょっとね、ボロボロなので安かったのかなと思うんですけどね。ちょっとね、価値がね、おいくらぐらいするものなのかちょっとわからなかったんですけど、まあ何個かあったうちでね、気に入ったものはこういうメイドインジャパンのトミカをね、結構安い買ったんじゃないかなと思うんですけど、どうなんでしょうね。この辺の
ひまわり幼稚園のこれギミックがね、楽しそうなの。ドアの開閉のね、この下のところになんかつまみがあって開けるみたいなね、そういうギミックがあって楽しそうなので、ちょっと他にもあるんですけども、ね、購入してきてましたので、まあこれのね、俳句、まあこのちょこちょこミニカシリーズとしてね、一緒にやっていこうかなと思っております。はい。はい。で、あとですね、ちょっと告知になるんですけど、こちらね、ヤフオクだったと思うんですけど、ヤフオクでね、ちょっとミニカーをまた、中古のミニカーをね、購入したので、こちらもね、後で開封しますので、どうぞね、お楽しみにしてくださいね。それではですね、はい、次回の動画まで、これですね、今回、見せしたの。あ、これはちょっと違うね。はい。この5台を、開封させていただきました。それでは次回の動画まで、バイバイキーン。またもおたあす。